が J3 に落ちまして代わって栃木が J2 に復帰してまいりました。この水戸と栃木の北関東ダービーは3シーズンぶりとなります。栃木4勝、水戸の9勝、2つの引き分けという過去の両チームの間でのダービーマッチの戦績です。今日は長身セットプレーでもターゲットになる服部が累積警告出場停止、3バックの真ん中には代わって西川が、そして右ワイドには今シーズン初スタメンの川田、前線には出場停止明けネイツ・ペチュニクが戻ってきました。一方の水戸です、こちらは 4-4-2、 福井が累積警告出場停止です。代わって今日は伊藤真希人がセンターバックに入ります。左サイドバックにはジエゴ、そして前線にはジヘルソン・バイアーノがリーグ戦7試合ぶりのスタメンとなります。軽く手を挙げて岡崎の右足、セカンドボール拾って岸本一旦下げます。行きたいですね、はい、木村から長いボール、ジェフェルソン・バイアーノがここは行きます。ジェフェルソン・バイアーノ、ジェフェルソン・バイアーノ倒れた、 PK 競り合った。ただレフェリーの上村主審はペナルティースポットを指しました。ここはジェフェルソン・バイアーノの強さが出ましたね、はい。水戸先制、前半17分です。落ち着いてましたね。そうですね、少し時間をかけて、ゴールキーパーを飛ばせておいて逆サイドに蹴り込みましたね、はい、いい駆け引きだったですね。今の得点後の、ゴールパフォーマンスでジェフェルソン・バイアーノにもイエローカードが出ました。今シーズン新加入のバイアーノは来日後初のカードとなります。ちょっと珍しいですね。そうですね、はい、もう入れ替わった、チャンス、西谷入れてきた、あっという間に同点突撃し、左からえぐった西谷、そこまで潜り込んだ時点で半分勝負ありでしたね。おそらくオンゴールだったと思うんですけれども、いいドリブル突破だったですね。2人の間を割って入りました、見送ってスローに変えようとしましたがタッチ割っていません。取り返してヘニキ、ネイツ・ペチュニク、キーパー、ヘニキからのクロス、栃木の決定機でした。ファーサイドからネイツ・ペチュニク、いや今サイドでこれジエゴですね、ジエゴがボール出そうとしたんですけれども、出ませんでした、はい、木村左足クロス、ファーサイドジェフェルソン・バイアーノ、バイスクル、キーパー、オフサイドでしたか。いやでも今すごいシュートだったですね、体は大柄なんですけれどもこなしは素早いですし、2枚目の交代カード前線を入れ替えました。宮本が入っています、水戸です、その宮本、小島入ってきた、チャンス、小島、中へ、岸本、岸本だ、サイドネット、反転からフィニッシュまで早かったですね。いやここ惜しかったですね、ここ間に、小島ですかね、小島の良さ出ましたね。ドリブルで狭いスペースに入っていってパス振り向いてシュート、ゴールキーパーも反応できてなかったですけれどもね、来たかな、ヘディング、シュートだ、水戸勝ち越し。最後は伊藤真希と宮本が落としたボールを蹴り込みました。セットプレーから水戸勝ち越し。81分、水戸に大きな2点目が入りました。いやもうほぼゴールエリアの中じゃなかったですかね。そうですね、これちょっとスクランブルのような状態になりましたから、
こはよく狙ってましたね、はい、ここは、うん、黒川、前が倒れましたが笛はなりません。ちょっと荒れてきました。西谷がちょっと熱くなっています。追加タイム4分を回ったところでちょっと両チームやり合ってます。そしてここでタイムアップのホイッスル。水戸リーグ戦4試合ぶりの勝利。3シーズンぶりのこの栃木と水戸ホーリーホックの北関東ダービーの顔合わせ。アウェーの水戸がこの後半伊藤真希との勝ち越しゴールで勝ち点3を手にしました。